日本勢のメダルラッシュに沸いたパリ五輪、男子バレーボール日本代表もミューヘン五輪以来52年ぶりの金メダルを目指して熱戦を繰り広げたが、8月5日のイタリア戦に敗れてベスト8で終わった。画像、カコロス告白の藤久間アナパリ五輪ナンバーワン富士美人キャスターと高橋愛選手ショット。キャプテンの石川祐希選手、28。エースの西田裕二選手。 24と,ともに大いに注目を集めたのが、同じくエースでイケメンで女性ファンも多い高橋愛選手、22だった。その高橋選手とある女性アナウンサーの距離感に現場記者からはブーイングが出てしまったという。フジテレビの佐久間南アナウンサー、26です。彼女は2022年4月からスポーツ番組、エスパークの MC を務め、 今年4月からは、スポルト。脳日曜版 MC を担当していることもあり、パリゴリンキャスターに抜擢されました。バレエだけではなく、様々な競技の取材や選手へのインタビューに奮闘していましたが、他社の記者を押しのけるような形で高橋選手を、独占、していたことに現場から不満の声が上がったんです。制作会社関係者。高橋愛選手の、 独占にブーイング発生。佐久間アナは男子バレーの全4試合にも取材に来ており、イタリア戦後はミックスゾーン、取材エリアで号泣する姿も目撃されたという。試合を終えた選手らはミックスゾーンで日本のテレビ局、海外メディア、日本の新聞など活字メディアという順番で囲み取材を受けることになっている。8月10日配信のフライデーデジタルもこの件を報じているが、 初戦のドイツ戦後の新聞記者ゾーンの取材にも佐久間アナは参加していたといい、囲み取材を終えた高橋選手を捕まえて笑顔で言葉を交わしていたという。二人は数十人の記者が行った囲み取材よりも長い時間、話していたようだ。また、7月31日のアルゼンチン戦では新聞記者の囲み取材前にドイツ戦と同様、高橋選手を、独占、し、 おしゃべりしていたとも記事では伝えている。佐久間アナと高橋選手の仲の良さは現場で話題になり、付き合っているのではないか、なんて声が上がってしまうほどの親密感があったと言います。選手と親しくなるというのはインタビュアー、キャスターとして腕があるとも言えるのですが、女子アナが有力スポーツ選手に近づこうとする動き、女子アナとスポーツ選手の距離感は時に批判及び、 炎上してしまうこともありますよね。前出の制作会社関係者。MLB、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手、30、が今年2月、元女子バスケットボール選手のマミコさん、27、との結婚を発表した際には女子アナじゃなくてよかった、といった声がネット上には飛び交った。選手とは親しくした方が深い話も聞けますし、テレビ局としても大きなメリットがあります。 もちろん仕事ができるというのが前提ではありますが、曲側が促すような形で綺麗な女子アナを選手に近づけようとする動きもないことはない。その結果、実際にスポーツ選手と結婚する女子アナもたくさんいますよね。今回の高橋選手と佐久間アナの一件も、女子アナが有力選手との距離を特別に詰めているように見えてしまい、現場記者や一部のファンから批判が出てしまったのではないでしょうか。 全道